巨人、福田聡投手、32歳、が野球賭博に関与していた問題で、日本野球機構、NPB、の調査委員会は21日、都内で緊急会見を行い、新たに巨人の松本龍也投手、22歳、と笠原翔輝投手、24歳、も野球賭博を行い、野球賭博常習者と交際していたことを発表。賭博行為や野球賭博常習者との交際を禁じた野球協約第180条違反、1年間または無期の失格処分に抵触すると判断され、熊崎勝彦コミッショナーに中間報告を行った。巨人は、福田が笠原を介して紹介された知人 A 氏と野球賭博などを行っていたとして、今月7日に福田を告発、熊崎コミッショナーから移植を受けた調査委員会が調査を開始した。関係者からのヒアリングや、提出を受けたスマートフォンに残ったデータ解析などを進めた結果、笠原と松本龍也の関与も浮上した。調査委員会の大鶴元成委員長によると、笠原は昨年4月頃から10月頃までの A 氏らとプロ野球約10試合の勝敗に金銭をかけて賭博を行った。また、今年8月頃までの間、A 氏と交際し、金品を授受したという。さらに、A 氏とは別の飲食店経営者、B 氏とも昨年4月頃から10月頃までのプロ野球戦20試合で賭けを行っていた。今年9月頃まで B 氏と交際し、賭け麻雀や賭けゴルフも行っていたという。松本龍也は、昨年6月頃から10月頃までの間、笠原を介してプロ野球十数試合について、野球賭博を行っていた。A 氏、B 氏が、暴力団などの反社会的勢力との関わりがあるかどうか、巨人の他の選手や、巨人以外の球団の選手らと両氏が接点があるかどうかについては、大鶴委員長は、今までの調査の中では認められていないが、引き続き調査をします、と話した。調査委員会は、今後1ヶ月をめどに最終報告を行い、熊崎コミッショナーに処分案と再発防止策を提出する意向だ。熊崎コミッショナーも同日、会見し、返す返すも残念、野球界の歴史的な重み、文化的公共財としての発展という意味において、重要な調査、巨人以外の各球団も一層の限りない緊張感を持って対応されるはず、と話した。巨人、久保博士球団社長は球団を通じてコメントを発表、野球賭博をしていた選手が3名に上り、痛恨の極みです。プロ野球ファンの皆様、関係者の皆様に深くお詫びします。コミッショナーが下す処分が決まった時点で、球団としても厳しい処分を行います。二度とこうしたことを起こさないよう全力で取り組む所存です。球団は、福田に賭博関与の疑いが発覚した後、全選手、球団職員にヒアリングなどを行い、再発防止への対策を始めていた。福田、松本龍也は今季、一軍登板はなかったが、笠原は20試合に登板している。NPB 調査委員会、宮本慎也委員、元ヤクルト、球界全体で重く受け止めないといけない。再発防止のためどうすればいいかは僕の役割。これで収まるのか、さらなる拡大につながるのか、再び黒い霧事件に発展か。